どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日も大丈夫でしたけど、いや最後、はい、もうでも美希サンタ TV、 平山美希です。古賀智子です。ジングルウィーク始まってます。はい、15日から始まる。15日からね、いよいよ始まりましたね。もう最初の頃に、なんかドタバタしてまして、はい、今日3日目、3日目です。3日目でまだまだ全部飾り付けが私の中では終わってなくって、また歩いていると出てきたりするのでね、はい、それを飾ったりとかするんですけど、はい、今回はあの写真スポットとかもすごい増えましてですね、そうですね、ここもそうなのね。ここはあの河原町広場の、はい、あのところにある、後ろはステージ、そうです。でここがあのブースになってます。でそのブースの中にあの私の黄色いクリスマスツリーがあります、これねすごいですね、はい、それでサンタさんがいて、で写真スポットにもなってて、これを持って撮っていただけたらいいなと思ってます、はい。そういうでここに私のジオラマもあります。これがすごいですよね。私ジオラマが好きでね、集めて、で私の手作りのものと、あと寄付していただいたものとか、はい、あといっぱいお店はいろんなところのたくさんあります。はい、出店協力してもらってます。甘いものもあるし、いろいろあるんですけども、次の広場、はい、市役所前広場は、はい、今年作りましたソリがあります。 それも写真スポットになってます、ね、でなかなかね分かりにくいかもしれないんですけど、中入って座れるので、はい、あの座って、あの大人でも全然大丈夫ですのでね。そう若い男の子と女の子写真撮ってましたよ。あ、本当、なので撮っていただきたいなと思います、はい、それと電車は毎年走っています。そうですね、子供電車、今日も行列できてました。そうです ね一度私も運転してみたいなと思うんですけども、なかなか時間がない。いいですね、美希さんの運転でっていうのはちょっと貴重かもしれない、はいはい、終わるまでに一度ぐらいやりたいと思ってます。やった、いいですね、はい、その時私乗りたいかも、はい、あの大人用のになっちゃうから、ね、そうですね、うん、大人ばっかり走る電車にしましょう、はい、それ ねで、あとアニマルサイクル、あ、そう、お馬さんね、そうなんです、やる、あそこもたくさん子供さんが集まってくださってました。う、ね、うん、遊ぶとこが本当たくさんあるので、お子さん連れで来ていただけたら、はい、19日は、はい、あのフィンランドからサンタさんが来てくれるので、公認のサンタクロースが来ます、はい、それもすごいあの、お子さんは楽しいと思いますので、ね、はい、まあ、大人も楽しいな、うんうん、もののサンタさんが無料でね、そのサンタさんとお写真が撮っていただけるので、はい、ぜひね、はい、はい、で新章、あの市長さんと新章を渡すっていうセレモニーもあります。セレモニーも、ね、予定してますんで、はいはい、その次の日の20日の日にですね、あの私この前一緒にゲストで出たね、はい、あのドラッグクイーン のグループがあるんですね。あ、はい、あの八方不美人というね、人たちが東京から来てショーやってくれる。わざわざ、そうなの、じゃあ私一緒に歌いたいと思います。すごい、なのであのそれももしお時間があったら見に来てください。そんな貴重なの、はい、ね、はい、なかなかないですよね。アマランスってね、大会もにアマランスっていう、あのドラッグイン の、はい、あのお店があるんですけど、ラウンジがあるんですけど、そこからあのレジーヌとバンビちゃんが毎年前回そうか来てくださってましたもんね。今年もね、はい、来てくださるんですけど、19日にレジーヌが来るかな、20日の日にバンビちゃん来るかなっていう感じです。そうなんですね、はい、なので、派手です。いや本当に、はい、来ていただけたら嬉しいです。いろんなジャンルの方がね、はい、応援に駆けつけてくださるので楽しみです、はい、25日までやってます、はいはい、なのでぜひぜひ元気で、あの頑張りますので、はい、皆さんも最後まで、はい、頑張ります。あと何かあります、うん、あの観覧無料ですしね、はい、もうどなたでも遊びに来てください。はいはい、私の歌はだいたい6時半ぐらいから歌うようには、はい、あの時間があればいつでもまた歌っちゃいますけど ね、はい、はい、ということ でぜひぜひ頑張ってやりますので遊びに来てください、はい、登録もよろしくです、はい、であの生配信ライブ配信してるので、うん、そうなんですよ、うん、もうその都度またコメントいただいたら、うん、お名前紹介とかもしていきますし、うん、はい、生配信で2人でまた喋ったりしますので、うんうん、はい、ぜひぜひ、ね、はい、じゃあまたね、待ってます。
カイルージュとブロンドの髪、寂しくミラーに映ってる。愛するあの人思い出す、私はあの人。